今月に入り県内で交通死亡事故が相次ぐ中、秋の全国交通安全運動の出発式が今日開かれました。今日の出発式は今月21日から始まる秋の全国交通安全運動に向け、県内の機運を高めようと開かれました。県内では今月に入り交通死亡事故が去年の同じ時期の2倍ほどとなる10件起きています。訓示に立った県警の岡野剛交通部長は、厳しい交通情勢の中、交通安全の意識の向上が喫緊の課題だと声をかけました。その後、白バイやパトカーがサイレンを鳴らしながら次々と行動に出ていきました。秋の全国交通安全運動は今月21日から30日までの10日間行われます。